島マリンレジャー株式会社は日本の海運業者。近鉄グループに属し、三重県鳥羽市と道県島市で観光遊覧船や定期船を運航している。近畿日本鉄道の子会社である、近鉄レジャーサービスの子会社である。アゴワン定期船穴川定期船乗り場当初は自動車運輸業者として会社を設立、後に航路を他の事業者から譲り受け海運業に転向する。 第二次世界大戦後は、数社を合併したり、遊覧船の運行を開始するなど、事業拡大を推進した。最盛期には、三重県のみならず、和歌山県にも進出した。和歌山県の事業を分離し、事業の再編に着手するようになる。親会社の近畿日本鉄道の伊勢島での事業再編計画もあり、二度の会社生産と、新会社への移行が行われ、現在に至る。 近鉄島観光汽船は最高で年賞約12億円を記録したものの、1998年度には半分まで落ち込んだ上、約4億円の赤字を計上、約22億円の累積負債を抱えていた。竜宮城フラワーマーメイド新ワ湾とは、ハワイのパールハーバーではなく、三重県島市のアゴ湾を指す。霞ヶ浦とは、茨城県の霞ヶ浦ではなく、 三重県四日市市沖の海域を指す。羽港湾センターは、羽港貞田浜産橋に隣接して建っていたビルで、島マリンレジャーと羽市営定基船の待合室、切符販売窓口、ゲームセンター、商店などが入居していた。2011年4月に、すべての機能を羽マリンターミナルに譲り閉鎖。2011年6月時点では、建物が残っていたが、 2019年現在は、沙田浜第三駐車場となっている。ありがとうございます。